フローウ峠ライマン峠は、青森県三古群田五条と秋田県カズ市にある三古、カズ街道の峠。標高611メートル。幕政時代から明治時代の道の九国三古群、夏坂村とカズ郡群大湯村を結ぶカズ街道の峠の総称。北から大芝峠、ライマン峠、フローウ峠の三つの峠の総称である。 不老僧鉱山の清水によりそのルートは変更されたが、複数のルートが共存していた時代もあった。青森、秋田県境付近の四角岳から与え首謀堂、森周辺までの山海測って、雷満山と呼ばれ、南部藩の初級期にも雷方山、雷満霊と出ており、これを超えることを雷満を超えると言った。夏坂村からのルートは、平野坂を入り口とし、大柴峠、 小芝峠一律下を長部として明神坂を出口とする。三戸、数のを結ぶ唯一の通路であったが難所が多く、冬は通行が途絶えた。江戸時代は大芝峠を通るルートがもっぱら使われた。その後、不老僧鉱山が盛況になったため、道鉱山の近くに雷満峠が作られた。その後、さらに傾斜が緩い不老僧峠が使われるようになった。 明治26年以降、和ズ街道のルートが変わり、廃道となった。最後に使われていた、不老僧峠は、青森県三古群田五条と秋田県和ズ市にある、県境の峠である。四角けの北3キロメートル、峠縄近くに位置する、不老僧鉱山の関連するという、鉱山盛況の頃、鉱山や町で使用する諸物資の運搬路として、賑わった。 同校山の衰退後は交通途絶で、道路は荒廃した語源を六角を調査した、ベンジャミン・スミス・ライマンに関連づける話もある。実際に、ライマン博士が記録した、ライマン山のスケッチも残されている。しかし、ライマン峠の名は、ライマン博士の来日以前から記録されている。彼以前に峠を越えた、古川小松県やマラン神父の記録がある。石井大幸の、 伊豆園沢では、語源は、アイヌ語の、ライオンマンではないかとしている。昔、戦があり人が多く死んだ土地をそう言ったとしている。あるいは、険しい地形で峠を越えるのが難儀なせいであるかも、知れないと記述している。石井忠之は、蝦夷地防衛のため、マしケ神馬に赴任している。松原健之助は、青森県三古軍のアイヌ語地名についてで、 アイヌ語の霊オーマンに由来すると解釈できると、している。アイヌが死にに行く峠と恐れて名付けたと思われると、している。ありがとうございます。